この YouTube スタジオ、窓が大きくて明るいのはいいんですけど、日差しが結構入るんで暑いんですよね。この暑さを乗り切るための塗料を入手しました。今回はガラス用遮熱ペイントを塗っていきたいと思います。まずはしっかり攪拌します。粘度が高いので振るのがちょっと大変です。今回使う遮熱ペイントはターナー色彩さんから出ている製品です。クリアタイプとシルバータイプがあり、クリアタイプは日射熱カット率 38%、 UV カット率 98%、 シルバータイプは日射熱カット率 58%、 UV カット率 98% となっています。どちらもすりガラス感になるのが特徴です。今回はクリアタイプを塗っていきます。水系塗料なのでローラーが吸い込みすぎないように水をつけます。粘度は結構高めですね。ローラーで塗るのは簡単でいいですね。どんどん塗っていきますよ。薄く塗ると剥がすときに剥がれにくいので少し厚めに塗りましょう。最近の夏は暑いですよね。日本には夏の暑さを和らげるための工夫がいっぱいあります。風鈴の音に打ち水、そして遮熱塗料。日本の夏、テレビ KC の夏。使用上の注意として、網入りガラスには使用ができません。金属のワイヤーは熱で温まりやすいので、ガラスとの温度差が大きくなり割れやすくなります。細かいところはスポンジを使って塗っていきます。ポンポンと叩いて塗るといい感じになります。さて、塗り終わりました。最後にマスキングを取って乾燥させます。はい、塗り終わりました。結構いい感じでスモークになってますね。スモークにはなってるんですけど、明るさがこう損なわれる感じはあんまりないですね。むしろちょっと明るくなったかなっていうくらいの感じになってます。触った感じは少しこうフィルム貼ったような、そんな感じの触り心地です。外からだいぶ見えなくなるので、ブラインド的にも結構いいのかなと思います。なぜ遮熱効果があるのでしょうか。それは紫外線を吸収する紫外線吸収剤と赤外線を吸収する特殊な材料が配合されているからです。シルバータイプにはさらに太陽光を反射させる材料を併用して、さらに日射熱カット率を上げています。最近では遮熱効果のない目隠しペイントも販売しているみたいです。こちらもいろんな色があって面白そうなので、今度試してみたいと思います。クリアタイプとシルバータイプの違いはこんな感じです。シルバータイプもいいですよね。この夏も猛暑になりそうですよね。このお部屋はみんなで使う場所なので、みんなが快適に仕事ができる空間になったらいいな。 DIY って自分のためっていうのもありますけど、誰かのためっていうのもあって手間はかかるかもしれませんが、こういうことに価値観があるって感じられる人になりたいなと思います。暑くなってからでも塗れるので、今年の夏は遮熱ペイントで暑さ対策をしましょう。